こんにちはエマです今日は N3 文法の「何々って」という文法について説明していきたいと思います。この文法は日常会話の中でよく使われる文法の一つですから最後までしっかり見てほしいと思います。では今日も一緒に日本語の勉強を頑張りましょう この〜何々ってという文法なんですがこれは伝聞表現の一つです伝聞表現というのは誰かから聞いたことや何かで見たことを相手に伝える表現のことですですからこの〜何々ってという文法を使うのは 誰かから聞いたこととか見たことを相手に伝えるときに使う文法になります。そしてこれは交互的話し言葉で使われます。そしてこの何々っての後には何々って聞きましたとか何々って言っていましたのような言葉が入ることが多いです。 もちろん、何々ってだけで、えー、使うこともできます。そして、接続は何かで見たこととか、誰かに聞いたことをそのまま受けて使うことができるので、接続はどんな言葉でも入れることができます。じゃあ、えー、早速、例文を一緒に見ていきましょう。では、一つ目の例文です。 明日の飲み会、田中さんは来ないって。明日の飲み会、田中さんは来ないって。じゃあ、二つ目の例文です。鈴木さんなら少し遅れていきますって言っていましたよ。鈴木さんなら少し遅れていきますって言ってましたよ。じゃあ、三つ目の例文です。この映画面白いって聞いたけど、もう見た この映画面白いって聞いたけどもう見たでは4つ目の例文です。今日の夜は雨が降るってテレビのニュースで言ってたよ。今日の夜は雨が降るってテレビのニュースで言ってたよ。じゃあ最後5つ目の例文です。部長は少し遅れるかもしれないって 先に会議始めましょうか。部長は少し遅れるかもしれないって。先に会議始めましょうか。はい、どうですか何々っての使い方。わかりますかこれはさっき言ったように、誰かから聞いたこととか何かで見たことを相手に伝える表現です。 もう一度例文を見てみますね。明日の飲み会、田中さんは来ないって。田中さんは来ないって。というのは、田中さんが明日飲み会行くことができないんですよ。と私に言いました。その情報を私は、えっと、鈴木さんに伝えます。これを伝文と言います。聞いたことを相手に伝える表現。 その時に明日の飲み会田中さんは来られないってのようにてで終わってもいいし明日の飲み会田中さんは来られないって言っていましたよのように言っていましたという言葉を後ろにつけてもいいですどっちでも OK でも言っていましたよまで言うのはちょっと長いですよねそう長いから短くして何々ってだけで 終わらせることが多いです。そして、この、えー、この文法なんですが、最初に言ったように、話し言葉、交互的な文法だと言いましたよね。ですから、これは、書き言葉では使うことはできません。もちろん、あの、友達とのチャットだったり、えっ、ー、と、SNS とか、 で、使うのは OK だけど、例えばメール、仕事のメールとか、レポートとか、そういう時には使わない方がいいです。そして、これは、えー、話し言葉ですから、やっぱりちょっとカジュアルな、砕けた表現になります。なので、目上の人とか、自分より上の人にはあまり使わない方がいいです。 固い表現でしたら、これをとに置き換えましょう。例えば、明日の飲み会、田中さんは来られないと言っていました。とか、部長は少し遅れるとおっしゃっていました。のように、とに置き換えましょう。まあ、ただ、目上の人でも、 仲がいい人だったら何々ってを使っても問題はないと思います。例えばすごく仲がいい先輩です。その先輩に対して、先輩、会社の近くに美味しいレストランができたって聞いたんで今度一緒に行きませんかとか、例えば部長でもとっても部長と仲がいいです。そして、えっと、プライベートな話をしています。 そういう時だったら、手を使ってもいいです。例えば、部長、今度、ハワイに旅行へ行くって聞きましたよ。ぜひ、お土産買ってきてくださいね。とかね。ただ、例えば、仲が良くても、仕事の話とか、ビジネスの話をするときは、やはり、とに置き換えた方がいいです。例えば、とっても仲がいい先輩です。 でも、仕事の話をしています。先輩、取引先の田中さんが、今度の会議を来週に延期したいとおっしゃっていましたが、どうしますかもちろん手を使うこともできます。取引先の田中さんが、会議を来週に延期したいって言っていましたよ。 これでも意味は全く同じなんですがやはりとを使った方が固くなりますだから仕事やビジネスの場面ではとを使った方がよりいいですだから場面や場合によって使い分けをしましょうでは簡単にまとめていきますまずこの何々ってというのは 伝文表現になります。伝文表現というのは誰かから聞いたり何かで見たことを相手に伝える表現になります。そしてこれは話し言葉、口語的な表現になります。ですから日常会話でよく使われます。ですからこれは書き言葉にはあまり向いていません。 レポートや仕事のメールの時は使わない方がいいです。そして、これは、親しい間柄、仲がいい人であれば、目上の人に使っても問題はありません。ただ、とてもカジュアルな表現、砕けた表現ですから、仕事やビジネスなど、 固い話をするときは、とに置き換えましょう。場面や場合によって、とと〜何々ってを使い分けてください。はい。どうですか?〜っての使い方わかりましたかはい。では今日はこれで授業を終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。どうですか?〜っての使い方。 わかりましたか最初に言ったようにこの文法は日常会話の中でよく使われる文法の一つになりますですからもしこの〜何々っての使い方がよくわからないのでまだ使ったことがないという人はぜひ使ってみてください誰かから聞いたこと見たことを相手に伝えるときに 使います。とっても便利な文法の一つだと思います。もし使い方まだわからないなぁとか何か質問がありましたらぜひコメント欄に書いてください。では今日も最後まで見ていただきありがとうございました。今日の動画がためになったなぁ、面白かったなぁと思っていただけたらまた いいねボタン、そしてチャンネル登録の方、よろしくお願いします。では、また来週、次の動画でお会いしましょう。じゃあ、またねー。さようならー。